はい、おはようございます。東京四ツ谷です。今回もまた企業案件になります。私の個人的な感覚としては、企業案件っていうのは、多くやれるに越したことはないんじゃないかなと、こういう動画に関して。だってもういろんな企業の取り組みとかそんなばっかり紹介してるわけですから、そういう先方から の協力が得られるんだったら、より面白い動画になるだろうって話でね。案件とか好きじゃない方もいるかもしれないですけど、つまんない案件はやりませんので、よろしくお願いいたします。で、今回はね、大手のところとまたやらせていただくことになっておりまして、でもうね、そこもすでに見えておりまして、あそこですね、東急ステイ。今日はね、ここに泊まると言いたいところですが、泊まりません。だって朝から始まってますからね。最近ですね、いろんなホテルがどんどんお客さんが減っていて大変であると。で、また昨今の状況をね、いろいろと鑑みて、じゃあもっと今の状況に対応したプラン作ろうということですね。テレワークプランというのをやっております。で、デイユースというやつですね。普通ホテルというのは夜に泊まるための場所なんですが、そうではなく昼間に気楽に使える個室としてのサービスをやろうということです。行くにあたってですね、ここから入っていけばいいんですが、入る前にこれコンビニあるんですよ。コンビニ、ファミリーマートね。それこのコンビニでお昼ご飯などを大量に買い込んだわけです。こういうの懐かしいですね。私もね、昔アルバイトやってましたから、その時は職場に出勤するってことをやりましたけどね。なんかその時のことを思い出してね、懐かしくなりましたけど、ともかくこの東急ステイのですね、売りというのは、私も実は泊まるのは初めてなんですけども、生活家電みたいなものが部屋に置いてあるということだそうです。これ複雑ですけど、こっちでいいのかな。これでまずはフロントに行くんだ。フロントに行く専用のエレベーターがあるんですね。面白いですね、これね。お願いします。はい、お願いします。ではこちらにですね、はい、お名前、ご住所、お電話番号ですね。テレワークの方は潜在いただくときはあれですかね、行った方がいいですかね、なんか潜在が欲しいみたいな。そうですね、ですよね。おっしゃっていただければ。はい、わかりました。潜在になります。はい、すみません、ありがとうございます。はい、あとですね、すみません、追加の料金で、浴衣とそれからバスタオルがいただけるところ、これもお願いできますか。ちょっとね、はい、すみません、はい、お願いします。はい、はい、立派ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すいません。フロントからしてなかなかこんな立派なところですが、間隔を置けて待つだけの十分なスペースもあり。で、このロビーへやってくるための専用のエレベーターがここにあってですね、で、すぐ脇にまたもう一個エレベーターがあるわけです。で、レジデンス専用って書いてあって、これ何ですかってお伺いしたらね、長期滞在用のもなんか半年とか3ヶ月とかね、それぐらいで使うような、そういう部屋もあるんだそうです。今回はそのレベルの部屋に行くわけではないんですが、こっちにですね、普通のまたホテルの客室もあって、で、ここにカードキーをピッとやったら、そこから先のエリア、宿泊客専用エリアに入れますよと、なかなか機能的なところです。で、このエレベーターはね、1階のところからずっと全部つながってるんで、わざわざフロントを通らなくてもいいわけですね、長期泊まってる人は。お、すごいな。部屋の番号はですね、615なんですけども、普通マンションみたいだな。ハワイとかね、台湾とかの高級ホテル、こんな感じのとこありますけど、上は、あれ雲か。今日はなんかちょっと雲が出てるみたいですけど、おお、面白いところだ。もう普通にマンションじゃないですか。で、615号室はね、ここなんですけども、これがその、ベッドがないという、ベッドがない部屋があるんですが、ぜひ取らせてくださいと私からお願いしたんですが、あ、マンションだな。そんなことは、ね、皆さん動画再生する前からご存知だと思うんですけど、やっぱね、ベッドがないわけですよ。これはなかなか衝撃的なことでね、ホテルに着くと、大抵はね、荷物を下ろして、あ、着いたーみたいな感じになって、で、なんかそこにあるベッドとかにこうね、腰掛けたりとか、ゴロッとしたりとかするわけじゃないですか。それがね、なくて、いい意味で本当に言ってるんですけど、リラックスしないんですよね、部屋に入ってもね。なんか、これからなんか仕事しなきゃいかんなみたいな、おい、いい椅子だな、これ。これなんかなかなかこう、ふわふわ。これね、もう案件の前のね、あるまじきことなんですけども、僕ね、今日3時台に起きて、大宮まで電車乗ったりとかね、タクシーで大宮からまた帰ってきたりとかでね、もうなんかすでにもう朝めちゃくちゃ仕事してるんですよね。で、もうなんか眠くて疲れてるんですよ、実は。もう朝の9時のこの状態において。で、なんかここにベッドあったらね、もう間違いなく寝るという状態なんですけども、寝ないで、眠ることができない。もう代わりにあるの、これね、バランスボール。これ、ちなみに何バランスボールがあるのかっていうと、東急グループも手広いですからね。これ東急スポーツオアシスって会社とですね、今一緒にやって、バランスボールはここへ持ってきてもらったという話でして、疲れたらね、ここへ座ることもできる。別に今は違う意味で疲れてるだけなんですが、座ってみましょう。ああ、いいね、これ。あ、
適度な硬さじゃないですか。これでね、あのリフレッシュができるわけです。バランスボールって本当にバランス取っていいのかな。これ落ちたら危ないんじゃないかなって気がしますけどね。あ、危ないね。まあ、とりあえずやめておきましょう。普段になるでしょうね。で、それからね、あのさっきもう東急のね、あのもう東急ステイのあの偉い方にですね、あの一緒に来ていただいて、それであの部屋の説明までしていただいたんですけど、もうこんな荷物まで持たせちゃって申し訳なかったんですが、これですね、これなんか特殊なこの椅子を用意してるらしい。このテレワーク用に用意したらしいんですけど、これ分かります？見て分かんないかな。多分こういう風にこう立体的に見ると分かると思うんですけど、表面にこう薄くなんかこう貼ってある。こっちもね、表面に薄く貼ってあって、もうなんかこの皮が宙に浮いてるんですよね、こっちもね。で、まあなんかこれはね、オフィスとしてあの使うときに疲れにくいようにってことらしいんですけど、実際にね、なんか負担にならないんですよね。あの座ってなんかどこかに体重がすごくかかってるっていう感じもしないし、背中もね、しっかりと支えてくれて、あの、あー疲れたーとかいうときに姿勢がね、なんか悪くなりづらい。多分それがまた意外と疲れづらくていいだろうなという感じがします。で、部屋の雰囲気はもう完全にあのワンルームマンションなんですけども、このさっきも言いましたが、東急ステイの特徴というのはもうここにもこうあります。これですね、電子調理器、それからまあシンク、これは何だろうな。あ、これ食器があるわ。食器とですね、それからあとはこちら鍋まであるわけですよ。まあ鍋とかそれからこういうのもあって、で電子レンジと、これ冷蔵庫ね。冷凍庫は多分ないのかなと思うんですが、でこういうのがあるので、よいしょ、まあ、この中に、要はそのさっきコンビニで私が大量に買い込んだのはね、もう来る前に全部物を買ってきて、これくず切りとかあるんですけど、こういうのを全部詰めとけばいいわけですよ。で、麦茶もね、この中に入れとけば、まあ冷えた状態で、あの、飲めると。まあ、別に冷蔵庫だったら普通のホテルでもあるかもしれないんですが、これと、まああと、朝ごはんも実はまだ食べてないもんでね。朝の4時から仕事してるんでご飯食べてないんですけど、この、ベーコン、キノコのファミリーマートのスパゲッティを買ったんですが、これ入れるじゃないですか。で、ぶち込んで、閉めて、あ、時間見なきゃいけなかったな。時間は、もう書いてないの？書いてあるよね。50秒500ワットって書いてある。え、ほんと？いや違う、絶対違う。500ワット2分30秒。そんな一瞬でできるわけない。ワット数は、なんか280ワットと、それから700ワットしか書いてないんですけど、まあまあまあ、こんぐらいでいいだろう。で、2分30秒。ちなみに、あの、こんな立派なものまでいただいてしまった。裏ね、あの、なんか好きなお菓子とかないですかって言われて、僕グミが好きなんですよって言ったら、なんかデラックスグミをくれたんですけど、多分ゼリーとグミみたいな感じなんだと思うんですが、これも冷やしておきましょうね。いやー、なんかいろいろもらっちゃってすいませんね。あ、ちょうど入るわ、ここ。後でおやつに食べましょう。目の前新宿通りが見えるのかな。あ、ベランダがあるんだ。あー、ちなみにあの私はね、あのスリッパとかあの履かないんですけど、まあここはやっぱりあの玄関見てもらえば分かるように、あのどっちでも使えるようになってますね。自分の靴でそのままずっとこっちまで来たい人はそれでもいいし、靴は脱ぎたいという人は脱いでも使えるようになってると。こいつはいいね。それで、ちなみにあの僕も今日はちゃんとテレワークやりますんでね、仕事を持ってきてます。こっちか。あ、これ難しいな。あ、二重扉になってんの。あ、結構熱いですね。二重扉効果あるんだな。いやー、いいですね。一躍ね、大都会の住人ですよ。でもちょっと開けてると部屋が温まっちゃうんで、部屋は温めないようにしつつ、温まったスパゲッティを食べます。で、ちなみにこの部屋のね、ベッド、まあ、この元々でかいベッドがあったわけじゃないですか。それがなくなってどうしたんですかって聞いたらね、なんか他のなんか使わない部屋のところに置いてあるらしいですよ。だからそこはもしかしたらね、その予備の部屋みたいなところはベッドがなんか2つとか3つとか並んでるかもしれない。落とさなかったな。シミは作らなかった。よかったけど、皆さんも気をつけましょうね。ちょっと火通しすぎたな、これ。一部なんか焼けてるわ、パスタが。別にそれでも食べられると思うんですけど、うん、次はですね、もうこの四ツ谷の駅からここへ来るだけでももう結構汗をかきますんで、風呂ね。風呂とそれから洗濯機もあってですね、びちょびちょに、びちょびちょってことではない、まあ、そこまで汗はかかないんですけど、着てきた服は、あ、なんかいい匂いするな、この洗濯機。こんなにいい匂いする洗濯機あるんだ。まあこの中へ全部入れちゃえばいいわけですけど、洗剤はどこに入れるの？
多分ここっすね。ここにワンパック。もうこのね、洗剤をなんか洗濯したいって言えば、なんかタダでもらえるらしいです。これで、よし。で、あとは電源を入れて、ちゃんとロックされてなかった。これでいいんだな。よし、できたこういう着てきた服も全部洗って、その後風呂に入って、まあ、それでこのようにさっぱりした状態でね、執務に励めばいいということになるんですけども、ですね、ゼミが、今日は大学の授業のゼミがありまして、で、まあ、それをね、このテレワーク中にやろうということにしてたんですが、まあ、ちょっとね、ゼミが、まあ、どうもなくなったらしいという、まあ、らしいっていうか、まあ、今日はやらないことになったんで、まあ、ここでズームやるつもりだったのが、なくなったんですが、よくよく考えたら命拾いしててね、さっぱりした、じゃあ今からやるかと思って、ね、こんなふざけた格好でね、大学のゼミは出られません。いや、テレワークっつってもね、ワークなんで、まあ、今回は授業ですが、それはちょっとまずいでしょ。危なかったね。まあ、原先生にね、ちょっとこういう事情で、これ間違い選択しちゃったんですよって言ったら、別に怒られたりはしないと思いますけど、ちょっとね、ということなんですが、別件でね、もう一つ、打ち合わせといいますか、まあ、そんな、こっちは、そんなやばい、ガチガチの打ち合わせじゃないんで、この格好で出てもいいんですけど、これちょっと、今から音声通話するか。音声通話ね。こんにちは。すいません、今いきなり電話して大丈夫ですか？はい、いや、よろしくお願いします。お疲れ様です。失礼します。ということで、一件終わりました。まあ、そんなすぐ大層なことではなかったんですが、で、この東急ステイは結構ね、鉄道の乗り換え駅とか拠点駅からのアクセスもいいということになっていまして、そういうところからですね、どんどん人が来ると。じゃあ次はですね、音声の吹き込みをしようと思うんですよね。今日の朝撮ってきた蒸気機関車の映像。あれ、イヤホン持ってきたかな。持ってきてるよね。全自動洗濯はありがたいんですけど、ちょっと今だけ一旦止めて静かになってもらいましょうね。今これ冷却中か。もう乾燥は終わったのかな。で、まあ、ここでね、こういう風にこう持たれるじゃないですか。で、足元がこんな感じで、ちょっとはみ出るって感じですけどね。一応寝られる。まあ、普通仕事中に寝ないと思いますんで、いくら休憩時間とは言っても。だから、まあ、ここにベッドがあるとね、本当にもうぐっすりになってしまうから、この程度で済んでいて、まあいいんだろうと思いますが、もっと寝たい人にはということですね。今回は企業案件でやっておりますんで、実はね、部屋をね、2つ使わせていただいております。テレワークプランとしても、ベッドのある部屋もあるんですね。ちょっとそっちもね、いやー、贅沢だよな。もう1個使わせてもらえるなんてね。今ちょうど掃除中みたいですけど、1個下のフロアだそうです。ベッドがあるとね、どんな風になるのか今入っていますけど、カード差し込むと電気つくじゃないですか。まあいいですけどね、とってもいいんだけど。あ、結構違うな。あ、こういう感じなんだ。なるほどね。やっぱ全然違うな。もう入った瞬間からこの、なんかこれリラックスした感じ。まあこんな普通に寝ますよね。もう寝るつもりしかないんですけど、目覚ましセット20分ぐらい寝るか。もう疲れきってしまったんでね、30分まで寝ます。さあ、進んでもう一回帰ってきましたが、あ、やっぱいいな、これしかないとね。これですよ、これ。もう椅子に座るとね、やるぞって感じがすんの。なんか動画アップロードしてたらすごい知らせを聞いたんですけど、安倍さんはやめるんだね。前の時も持病のでね、辞めるって話でしたけど、2012年から始めて8年ですか、8年間首相やってたわけですよね。すごいな。もう私の人生の3分の1ぐらい首相やってたんだ。それで結構いいお昼の時間なんですけども、お前なんかもう食ったり飲んだりしてるだけじゃないかと、仕事してんのかって言われると、まあ、微妙なんですが、一応は進んでますけどね。これさっき買ってきたね、ビーフシチューです。これね、セブンイレブンが多分先なのかな。このまま入れて、今回は、500で2分半。さっき温めすぎたからな。とりあえず2分にしとこう。で、ビーフシチューの次はですね、こういう、これ多分大丈夫でしょ、電子レンジ。部屋に備え付けのやつを。あ、でもあれだな、トーストモードみたいなのないんだな。ちょっとなんか弱して、3分とか2分ぐらいにしてみるか。
あ順次食べるか。まあいろいろ買ってきたんですけども、いいね、立派だよね。いただきます。なんかセブンイレブンよりもトマト風味が強いみたいだな。パンはちょっと固めになりました。それはそうですよね、焼いたんだから。おお、もうこれまたなんかできた。あちちちち、パンはあのトーストモードじゃなくて普通に焼くとラスクみたいになるんですよね。これでつけながら食べよう。あ、電話来てる。どうしよう、食っちゃおうか。切れちゃう、思ったより食べるのに時間が、あー切れちゃった。折り返せばいいか。折り返そう。これはあの鉄道会社関係のとこですね。はい、失礼します。よし、ちょっとねこっちから企画持ち込んでみて、向こうでもいろいろ前向きに検討していただいたんですけど、あの今回はねちょっとまあ様々なあの事情があってあの不成立だったんですが、まあ、あの別の方向でもねいろいろ考えていただいて、まあちょっとまだあの未成立の案件をねあのベラベラ喋るのは良くないと思うんでおとなしくしてますが、結構ね最近ではあの案件の企画書なんかも自分で作ったりしてるんですが、まあもういいことなんですけど、自分であんまり何でもかんでもそういうのやっちゃうとね、動画撮影が本業なんでそれができないのは問題だなと思うんですね。それからあのビーフシチューとパンだけじゃ良くないと思ってですね、あのこういうちゃんぽんの野菜の入ってるのなども買ったんですが、あのこういうふうにいろいろ入ってるんですけども、まあちゃんぽん風かな、これあれだな、ビーフシチューとこんなスープ一緒に頼むバカだね。書類作ったんで休憩してなんか食べてばっかりじゃないかって気がするんですけど、あのくず切りですね。あのねやっぱ YouTuber なのになんでこんな書類作ってんのとか思うかもしれないですけど、大企業とのやり取りが多いじゃないですか。どうしてもあの取材とかさせていただく上でね、とかなんかその企画とかを持ち込みするときに大きな組織とのやり取り、鉄道会社さんとかとのやり取りが多いんで、やっぱりね文書ってのはいっぱい扱うんですよね。食べるやつ入ってないんだな。なんかコンビニもらってきたやつからな。このなんかちゃんぽんみたいな食べたらこの箸でいいやね。うん、食える食える。随分なんかこのくずきはいっぱい入ってんな。よし、じゃあね、今もう4時半なんですけども、あの今日はまたこの後の取材がありますんでね、実はね、また6時半ぐらいかな、川崎に今度は行く。で、一旦ちょっと、うちに寄ってから、あの必要なものをまた取ったりとかして、それで帰ろうと思いますんで、今日の仕事はとりあえず、終わり。全然終わってないけどな。終わってないよ。これから仕事があるんだから、まあ、ただパソコン作業が終わったっていうことなんですけど、朝の4時から大変だ。でもね、あの、さっき昼ぐらいにちょっと寝ましたんで、実はね、1時間ぐらい寝ちゃったんですけど、20分なんて嘘で1時間寝ちゃったんですが、あれね、すっかり目が覚めました。やっぱそのぐらいやっといた方がいいわ。あの、でも、睡眠時間は取った方がいいと思いますよ。今回たまたま寝てないだけですからね。いやでもよかった。さっきもね、あの、ベッドのある部屋にいたら、もう、たぶん、ずっともう、こんなんなってたんじゃないですか。危なかったよね、ほんとにね。これ、ほんとにベッドがないから、ある程度仕事ができたってのは、あの、お世辞抜きにするんじゃなくて、あったと思いますわ。全体的な感想としてはね、あの、僕はやっぱ、あの家に一人でいますんでね、まあ、正直別に自分の家で仕事してりゃいいんで、使うかっていうと、それはね、ちょっとなんともわからないところはあるんですが、家に、多分家族がいるということになったら使うでしょうね、普通にね。だから、まあ、うちの家族、まあ、例えばなんですか、僕の子供がいるとかね、なんか嫁さんがいて、家のなんか家事やってるとかだったら、わかんないですけど、多分、嫁さんが家でなんか掃除機かけてくれたりとかなんかするんじゃないですか。いや、お前かけろって話でもあるんですけど、まあ、例えば、嫁さんが主婦だったとするとね、なんか掃除機がうーんとかうなってるとするじゃないですか。
したらちょっとねその脇であの SL 列車が今やってきましたとか言って仕事そう仕事になんないじゃないですか。でまあだからっつってねあの私がずっと音声の吹き込みとかしてるとあの家でなんか静かにしてるくださいよとか言ってね嫁さんに言ったらそれはそれでね一体いつになったら掃除かけないいつでもなんか音声吹き込みしてやがってみたいな感じになると思うんでこういう場所だったらいいですよねやっぱね。ということがね、多分いろんなところで起こってるんじゃないかと思うんですよ。まあ、1日、大体5000円ということですから、5000円っつうと、誰でも使う金額ではないと思うんですが、例えばね、会社の方からこう支給するとかですね、まあ、それから、まあ、ある程度収入が多い人が使えばいいわけですね、という利用の仕方がありますので、大変新鮮な気分でした。まあ、それに、第一にはね、やっぱこの、コロナの状況においていろんなホテルがいろんなこと考えてるんだなってそれがまたね感じられて楽しいし。ラストバランスボール、おおおおおお、全然1ミリも取れてないな。お1、あー、ここ一応下ちゃんとね掃除してあると思うんで大丈夫です。じゃあ行くか。じゃあこの汁物は処分お願いしちゃっていいかな。いいっすよ、なんかあんまり余計なね、ゴミ箱とか入れてもあれだしな。このパンはパンくずぐらいちょっと一応やってきますか。なんか悪いからね。お、くっついちゃった。あと忘れ物なんですけど、冷蔵庫はまだ見てないんで、あの中にあるはずですが。いや、いい滞在だったな。なんか適度に日にち情感を味わいながらのね、仕事になりましたんで、面白かったですけど。この中に忘れ物もなし。よし。OK だ。さよなら。なんか別れるのが辛いですね。夜泊まるとね十分なんだけど泊まってないからな。もう帰っちゃうのかよみたいな感じがする。それなりに長い時間いましたけどね。リゾートホテルみたいですね。まあ、実際私の泊まってるこのお世話になってるこのホテルのね会社の名前は東急ステイ&リゾートっていう名前なんですけど、ですよね確かね。東急リゾーツ&ステイでした。ちょっと違った。あ、なるほど、もう夕方になるとチェックインのお客さんも来てるわ。吹き抜けの真ん中は喫煙所になってましたけど、この噴水まであるわ。結構よく手入れされてますね、こうやって見ると。作り物みたいだな、作り物じゃないと思いますけど。そんでね、なんかいろんなところにリゾート要素っていうか外国要素みたいなのがあるんですけど、アメリカ行くとこういう自動ドアあるんですよ、これ。行くよ。これですね、不思議ですよね、これね。普通に開けた方が楽なんじゃないかなって気がするんだけど。あ、それからこちらラウンジですが、もう誰もいないね、誰もいないね、いないね、いないね、よかった、いないね、よかったよかったよかった。今回はこちら使いませんでしたけど、ラウンジっていうか、まあ、ロビースペース、フリースペースとしてですね、誰でも使うことができるそうです。ただ宿泊客専用というふうにはね一応なってるんですが、宿泊客のお客さんとかがここにやってきて、で例えばここに腰掛けてですね、お互いに商談をするとか、そういった使い方があるそうです。じゃあちょっと寂しいけどチェックアウトだな。ホテルのデイユースって人生で多分2回目だな。最長往復切符の時に1回だけやったことあるんですけど、もうこの夕方の時間になってくると朝ほど直射日光も来ませんのでね、ホテルでさっぱりした状態でですね、もう全部服も洗ってて、なんならもう家来る前にもしかしたらこの服洗濯しなかったんじゃないかな、そのまま来ちゃいましたけど、それはこんなキンキンに冷えたお茶も持ってね、全身さっぱりで帰って、いやいいことですよ。まあ、今回のね紹介してもらうテレワークということで、テレワークのああいうやり方をするっていうのがね、まあ、世の中の多数派でもないでしょうから、だから誰しもにホテル泊まって、まあ、泊まるというかデイユースで利用してテレワークするといいですよ、みんな幸せになれますよみたいな、そんな無責任なおすすめはできませんけど、でもまあ今回の動画をご覧になってね、これいいんじゃないかと思った方はね結構ハマるんじゃないかなと思います。まあ、そんな感想ですね。まあ、それでもね今回私が思う、まあ、宿泊代というか利用料の5000円、それ一番の価値はね、まあ、どこにあったかっていうと、ベッドがない、ぐうたらしない、それによる生産性の向上、要はサボり防止機能みたいな、やっぱそれが一番大きいんじゃないかなっていうような気がしますわ。自分の家にいるとついついゴロゴロしちゃいますからね、皆さんもそういうんでね、ついつい時間を使いすぎるということのないようにまずは気をつけましょうということです。
それじゃあとりあえず帰ります。どうもありがとうございました。それですね、あの後日談があるんですけども、あのここですね、また別の東急ステイのホテルなんですが、あのなかなか便利でして、ね、あの私も個人的にあのあれから何回か使ってるんですよ。もう本当にあの四ツ谷とは関係のない場所ですけどね、あのこれ別のまたやっぱりベッドなしの部屋でして、ここにベッドあったんでしょうね、まあ、ないですけど、とそれからあのここにですねこういうのを置いてあると。今私もさっきですね、あのここのところであの仕事して、もうそろそろあのチェックアウトの時間ということなんで、今日はとりあえず終わりにするんですが、いやー、いいですねこれね。やっぱ休まないし、あのベッドがあるからゴロッと寝ちゃうみたいなあのことがないですしね。それからあの時間の制限がある、もう6時までとか、8時までとか、7時までとか、まあいろいろあるんですけど、まあ、そういうチェックアウトの時間に合わせて、あ、じゃあここであのもう何時までに終わらせなきゃいけないから急いでやっちゃおうみたいなのがあってですね、あのキビキビと働く、でじゃあ終わったからもういっかなみたいな感じで、あのメリハリも結構つきますしね、なんか自営業みたいな人にもおすすめできるなと思いました。でそれからあとお金払ってこう使ってるじゃないですか。そうすると、まあ、今回はね、3900円だったんですけど、3900円で、まあ、昼間1日借りてね。で、あの、夜までにその3900円の元取らなきゃいけないと思うとね、やっぱ一生懸命働くわけですよね。それでね、あの、いい効果が、あの、得られるなと思いました。まあ、でもよくよく考えたらね、あの、1日の時間そもそもが有限であって、その時間をもったいなく使うっていうこと自体も、それも、まあ、結構な損失なんですよね。だから、ゴロゴロして携帯電話で、ね、YouTube 見るだけで、あの、1日終わっちゃったみたいなことあると思うんですけど、まあ、そういうのを、あのしないってこともとても大事だということもね、今回の東急ステイのテレワークプランからね教わりました。まあともかく、こういう感じであの別の部屋もありますよということを皆さんに紹介させていただきました。じゃあどうもありがとうございます。